しいトンビだな。ムーミン谷のお寂しトンビだ。ムーミン谷？おお、あれがか。へんてこな生き物がトサトサっと住んでるよ。ほほう、面白そうだな。のどかで平和そうな町じゃないか。ま、大冒険を求めるキャプテンにはつまらない谷間だ。それはまだわからんさ。私はここで降りる。この月だけ。あと頼んだぞ。いってらっしゃい。なるほど、これは君の住んでいる町か。うん、あの家に住んでる人も風変わりだけどいい人なんだ。ヘムレンさんって言ってね、世界中のキットを集めてるんだ。あと1枚で揃うらしいよ。なるほど、これだけ集めるとはちょっとした人物だね。あれはジャコネズミさん。すべてが無駄であることについてっていう本をいつも読んでるんだ。あれが僕の家さ。お？パパはこの3年間青春時代の思い出を書いてるんだけど、まだ1枚も書けてないんだ。パパ！お？パパ、お客様だよ。世界的英雄なんだ。英雄？そいつは素晴らしい。ママ、大変だ。表に英雄が。はい、だからこうしてお出迎えの見出しなの。早くしないと悪いと思うよ。はいはい、分かっておりますよ。何の匂いだ、ほら。食べ歩いた私の言うこと間違いはありません。まあ私、いや、さすがはキャプテン。手に天才は天才の心を知る。いや、まったく。うん、戦いや冒険、お料理、これすべて体力、時間の無駄になるだけじゃ。お言葉ですが、人にできない経験を持つことは人にない思い出を持つということでいいじゃないですか。思い出などあなたの切手と同じに無駄なことじゃ。ひどいことおっしゃる。ジャコネズミさん、冒険旅行のいいところはやはり素敵な品物が手に入るということです。あなたにはこれをプレゼントしましょう。おいおい、ヘアブラシ。セビリアで手に入れたものです。あなたの無駄毛をきれいにすくのは無駄ではないと思いますよ。
静電気というやつですな。これは無駄かもしれません。なんたる侮辱。やれやれ、あの人ももう少し素直だといいんだがね。そうだ、あなたにこれをプレゼントしよう。お、これはホッテントット郵便局の記念切手って。ほう、そんなに珍しいの？いや、これで私のコレクションが完成なんです。ヤッホー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 。 おや？はて、どっから来たのかな、この帽子は。きっと天からの授かり物ですよ、ムーミンパパ。わしは一つは持ってるが、プレゼントを受けるのは嬉しいもんじゃ。ん、こらこら、いい帽子ですな。本当にどこから来たんでしょうね、その帽子。似合うかね、ママ。でも新しいから素敵ってもんじゃないわね。ジャコネズミさんでもあげたらどう？そうだな。じゃあ、お前届けてあげなさい。はいはい。見て。あ、パパ。何？詫びの印に帽子を？はあ、ちょっと大きいかもしれませんけど、きっとお似合いになりますわ。帽子などかぶるだけ無駄じゃ。あら、そうですか。待ちなさい。せっかくくれるというものを返すのも無駄じゃ。ここに置いていきなさい。それじゃどうぞ。本箱もわざわざ買うのは無駄。この代用品に入れてもいいじゃろ。パパ、どうして頭痛くなったの？あの帽子をかぶってしばらくすると痛い。じゃあ。はい。ドリアン、午後の試作をするかな。試作とは哲学すること、考えることじゃな。はじゃ、はじゃはじゃ。無駄という字が役に立つという字に変わってる。こんなことをするのはヘブレンのやつに違いない。とんでもない、私の仕業だなんて。とぼけても無駄じゃ。あんたはいつもわしに反対意見を述べる。反対する人間が犯人に決まってる。そりゃ誤解ですよ、誤解。嘘つき、わしも仕返ししてやる。何をなさる。いや、一ヶ月かかっても死にできんように切手のカクテルを作るんじゃ。どう、ミー、これかぶってみたら。そんなの似合わないわ。いい。よしてよ、ムーミー。意地悪。いやー。待って。意地悪ね。ほどほどにしないと承知しないから。ごめん。あれ、ミー。何よ。髪の毛。それでミーはどうしたの？泣いて帰っちゃった。もう僕とは絶交だって。ムーミン、確かにお前のせいじゃないんだろうな。ただ帽子をかぶせただけなんだよ、パパ。私はムーミンを信じますよ。私もそう思う。もういいんだよ、パパママ。女の子なんて分からずやさ、いくら説明しても聞いちゃくれないんだ。ほほう、威勢がいいな。キャプテン、聞いてたの？ああ、これからチビのミーのところへ出かけてね、今聞いたことをそっくり伝えて誤解を解いてやろうと思うんだ。いいよ、わざわざ言ってもらっちゃ悪いもん。いいよ。遠慮するな、言ってやるよ。キャプテン。
テン。キャプテンなかなかの人物のようだね。ほんとね。バカだな。どうして？本当はミーに嫌われたくないんだろ。うん。さあ行こう。いいかい、抜けた髪の毛はすぐに生えてくる。しかし友情というやつは一度捨てたらなかなか元には戻らん。うん。ミーと会ったら誤解の解けるまで一心に説明するんだね。うん。良くないようだぜ。僕自信ないや。ムーミン、これはセビリアの床屋でブラシと一緒にもらったヘアトニックなんだ。さあこれをお見舞いに持っていくんだ。うん、ありがとう。じゃあうまくやれよ。成功を祈る。すごくよく効くんだ。でも悪いわ。上がってもいい？どうぞ。本当？お邪魔します。しばらくね。さてお役ごめんか。ねえママ、ムーミンもキャプテンにすっかり懐いたようだ。このままずっとここで暮らしてほしいもんだが。ほんと、でもいずれここから出ていく方ですからね。人には運命というものがありますからね。さて、今日も一日終わりました。健康がムーミンのいたずらだな。ムーミンの声だわ。あれ。やあムーミン。キャプテン早く助けてよ。まあ急ぐな。やっぱりあの帽子のせいですわ。私たちのうちこのままじゃどうなるのかね、ママ。そうね。わーい。それ。ムーミン、私の帽子があの帽子に似てるからってそう邪険にすることはないじゃないか。ええ、ですからこうして同じお部屋で食事してるんですわ。
新聞広告出したんだからすぐ持ち主は見つかると思うよ。そう願いたいな。お、噂をすれば何とか。これを見ましてな、あの帽子は私のものなんです。やれやれ、これで一安心です。どうぞ。うん、これはまさしく私の帽子。いや、大丈夫、私は魔法のサーカスの団長です。これは魔法の帽子っちゅうわけで。魔法の帽子。さあよ、私のサーカス団が明日からこの谷で興行を行います。よかったらぜひ見にいらっしゃい。あとで楽屋でいいものを差し上げましょう。わーい、キャプテン。いけませんよ。なんで？あの方にはご自分の仕事があります。あんまりつけましてはご迷惑ですよ。分かってるさ。だから頼んで一緒に冒険旅行に連れてってもらうんだい。うん、ママの言うことを聞きな。やだい、やだ。坊やよく来たね。そうあったあった。うん、サーカス面白かったかね。うん、とっても。でも団長さんのプレゼントも楽しみだな。そのことだがね、どうだろう、私たちと一緒に来ないかね。それがプレゼント？ダメだよ、僕はキャプテンと冒険旅行に出かけるんだもん。そうかい、それは残念。うわっ、何するんだよ。やスニフ。君は誰だよ、慣れ慣れしくしないでよ、気持ち悪いな。もう冗談言うなよスニフ、あのサーカス団の団長ってひどいやつなんだ。気持ち悪い。あんた誰？あんた誰？ふざけないでくれよ、本当にもう。ふざける？別にふざけてなんかいないよ。ちょっと待ってくれ。いいかい君、これが君だよ。え、これが僕。今時自分の姿を知らない人珍しいな。違うよパパ、あいつのせいだ、団長のやつが。うん、ここにお邪魔してましたか。さあ早く来なさい、サーカスは出発するぞ。パパ助けて、この人僕をさらう気なんだ。来ないか。この団長は人さらいの専門家なんだよ。バカなことを言うんじゃない。この子はちょっと頭が変でしてな。いや、どうもお騒がせしまして。さあ、来い、来るんだ。キャプテン、助けて。キャプテン、キャプテンなら僕がムーミンだってわかるよね。お、君がムーミン？キャプテンたら。キャプテン、なんとか言ってよ。キャプテン。どうしたの？にぎやかなことね。ママ！あ、ママはどう思います？この変な子がムーミンだと言ってるんですが。この子、ムーミンですって？キャプテン、ママになんか別れしないよ。けがらわしい、お前はムーミンの偽物だ。もう、なんてことなさるんです。この子はムーミンですよ。私にはわかります、この子はムーミンです。そんなバカな。ママ、キャプテンなんか嫌いだ。しまった、バレたか。ムーミン。ムーミンだわ。ムーミンだよ。貴様、何者だ。わしか、わしはな。この間の仕返しをしたかったのよ。あの時のアリ地獄。あばよ。必ず捕まえますよ。ああいうのを退治するのは私の役目ですから。行くぜキャプテン。お世話になりました。お気をつけて。
ポン、さっさと行っちゃえ。見損なったよ。ムーミン、なんてこと言うの。だってそうじゃないか。嫌いだ、さっさと消えちゃえ、行っちゃえ。お元気で。ムーミン、なんだよ。キャプテンはお前だってことは分かってて嘘をついたんだよ。え、そうでもしないとお前はキャプテンについてくって聞かなかったろ。だからわざとママに任せてキャプテンは旅立ったのさ。ママ本当？ええ、あの人はそういう方ね。キャプテン。いいところじゃないか、ムーミン谷は。ねえ。